はいどうも、キリハです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は7月15日から開催される屋内ケセド戦のおすすめ生徒やエリア適正の表なんかを皆さんに共有していこうと思います。今回過去最高に適性が低いキャラが多くてかなり苦労すること間違いなしです。なのでその中でもどうしてもこのキャラは使わなきゃいけないんでスキルは上げておかないと苦労するというキャラがかなりいますので、今のうちに知識として入れておいて、開催されるまでに総力戦のコインなどを消費して効率のいい部隊の強化を行っていきましょう。それでは早速やっていきます。はい、それではまず、こちらが貫通タイプの生徒を集めたエリア適正の表になります。まだ総力戦のケセドをやったことのない方に説明をしますと、普通の総力戦と違って道中の細かい敵を倒していって、そして最終的に総力戦のボスにたどり着きます。そこでも細かい敵が出てくるんですが、それを一掃するとようやく総力戦のボスと戦えるような感じになるわけですね。この動画の一番最後にケセド戦の動画を出しておきますので、まだケセド戦をやったことがなくてどんな敵かわからないという方はよかったら見てみてはいかがでしょうか。その特性上、やはり範囲攻撃のキャラクターがかなり重要な総力戦となっております。例を挙げるとののみだったり緑桃井チェリノ、この辺りは前回めちゃくちゃ使われていたキャラクターです。そしてゆずも今回追加されてますね。ですがそんな範囲攻撃ができるキャラクターたちが軒並みエリア適正 D ということでかなり苦戦を強いられると思います。ちなみにエリア適正に詳しくない方に説明をしますと、エリア適正 B が通常のダメージ 100% 通ると考えて、 A は 110%、 S は 120% のダメージとなります。そして C になると 90% のダメージ、 D になると 80% のダメージとなります。 S と D で比べるとダメージに 40% もの差が生まれます。これがエリア適正ですね。なので今回範囲攻撃の子たちがだいぶ適性低いのでかなり苦労することになると思います。ですが絶対に使わないとクリアは難しいはずなので結局使うことにはなるわけですね。なのでスキルのレベルを上げてゴリ押しするしかないと今のところ私は思ってます。それでは早速総力戦ケセドで活躍しそうな生徒を集めてみた表をご覧ください。はい、こちらが事前情報で私がおすすめできるキャラクターをまとめてみました。攻略する難易度はハードコア、エクストリームどちらも加味して選んでいます。前回まで大活躍だった桃井、ののみ、チェリノなんかは今回ももう抜群に活躍してくれると思いますので、今のうちにスキルレベルを上げておいてもいいかもしれません。特にチェリノに関しては敵を全滅できるほどの広範囲なので1回で倒しきれなかった時のタイムロスがものすごいので、できれば EX レベルをマックスにして挑みたいところです。そして今回からエクストリームも追加されますので、エクストリームの攻撃どれぐらい痛いのか、敵の硬さどれぐらい硬いのかさっぱりわかりません。なので EX レベルはとにかく上げておいて、時にはひふみのようなペロロを召喚して持たせるという状況もかなりあると思います。そして前回のケセド戦でまだ実装されていなかったユズなんかも今回問答無用で使うことになると思いますので、この辺りも考えてもいいかもしれません。やはり今回もミレニアムの素材をいじめられますね。特に地形適性が S のイオリだったりスミレやツルギ、この辺りはもう本当にかなり使えるキャラクターだと思いますので、まだ育てられる伸びしろがある方はこの辺りを育ててもいいような気がします。最後のボス戦は単体で戦うことになりますので、ネルやハスミ、ジュンコといったキャラクターもかなり有効となっています。ハードコアだったら1部隊でいいのでここまでキャラクターは使わないかもしれませんが、エクストリームともなれば今回初開催になりますので、どれだけキャラ使うか分かりませんので、この辺りのキャラもかなりの確率で使うことになると思います。そしてここのキャラクターたちで足りない場合はここの時点で選んだキャラクターも使うことになると思います。爆発のキャラも入っておりますが、
簡易攻撃はどうしても欲しいので、ムツキやアカリ、アルといったこの辺りのキャラクターは本当に役に立つと思います。育成レベルが足りなかったり、エクストリームだったり、その辺りになってくるとやはりタンクも必要になってくると思いますので、特に星野はかなりおすすめになってます。ヒーラーに関しましては、やはりエクストリームに行くならというところもありますね。育成が足りない場合でハードコアの攻略でしたら、セリナだけでも十分だと思います。そして今回ケセド戦で初めて小春が使えるタイミングなんですけど、小春は範囲攻撃もできるのである程度活躍はできるかなと思います。ただ回復がメインになるかなとは思いますね。そしてスペシャル枠は響きいない方はかなり厳しい戦いを強いられると思われます。敵が広範囲にいますので、響きの範囲攻撃はかなり重要になります。持っている方は EX スキルは漏れなく強化しておきましょう。そして超大型のケセドなので、カリンも大活躍しますし、コタマもイオリの火力を上げるのに非常に役に立ちます。道中でヨシミを使うのもありですね。今現状の情報でおすすめできる生徒は以上となります。正直範囲攻撃1回で雑魚敵を倒せるか倒せないかというところがかなり重要になってきますので、タイムを縮めるならモモイやチェリノ、ノノミ、このあたりの範囲攻撃のキャラクターを育てると非常に楽になります。今回初めてケセドに挑むですとか、前回思ったような結果が出なかった方は頑張って育成していきましょう。ということで今回の動画はここまでになります。かなり厳しい戦いになると思いますが、皆さん頑張っていきましょう。最後に総力戦ケセドのハードコアの動画を流して終わろうと思います。まだケセド戦が見たことない方なんかはよかったら見てみてください。それでは今回はここまで。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。クリア！次のステージへ！